デビット・ワインバーガーは、クルートレイン宣言の共著者として最もよく、知られている1950年生まれのアメリカ人の技術者、専門的な講演者、解説者である。クルートレイン宣言は、もともとウェブサイトに掲載されていたもので、後にインターネットマーケティングの入門書と呼ばれる本になった。ワインバーガーの研究は、インターネットによって、人間関係、コミュニケーション、知識、 社会はどのように変化しているかといったことに焦点を当てている。彼は哲学者としてトロント大学で博士号を取得し、1980から1986年に大学で教弁を取った。1976から1983年には漫画インサイドウッディアレンのギャグライターであった。後に数社のハイテク企業で、 マーケティングコンサルタント及び役員を務め、現在は、ハーバード大学ロースクールのバークマンセンターのフェローとして、ジョン・ポール・フリーと共に、ザ・ウェブ・ディファレンスというクラスを担当している。また、ハーバード・ロースクールにある、ハーバード・ライブラリー・イノベーション・ラボの共同ディレクターでもある。2004年のハワード・ディーン大統領選では、インターネット・アドバイザーの肩書きを持ち、2008年の ジョン・エドワーズ大統領選では、技術政策に関する助言を行った。彼はいくつかの本を執筆している。ゴールドスターズ・スピーカーズ・ビューロデビット・ワイン・バーガー・ハット、ネットウォッチ、ガーディアン・アン・リミテッド、ハット・オン・ザ・ムーブ、ウェブ・フィロソファー・ファインズ、エース・リル・イン・エボルビング・ミディアム・ハット、ザ・ハーバード・ライブラリー・インノベーション・ラボラトリー。2012年7月16日閲覧。 スーザン・ブラトン、インタビューウィズ、デビット・ワインバーガー。PLM、2007年11月21日閲覧。ワインバーガー、デビット、ロック、クリストファー、ドック・サールズ、ザ・クルートレイン・マニフェスト、フィート・コム、ISBN0 から27365023派。ワインバーガー、デビット、スモール・ピーシズ・ルースリー・ジョイント、A ・ユニファイド・セオリー・オブ・ザ・ウェブ、ケンブリッジ、マス。 ペルセウス、ISBN0 から738205435ハットワインバーガー、デビッドエブリシング・イズミ・セレニアス、ザ・パワー・オブ・ザ・ニュー・デジタル・ディス・オーダー、ニューヨーク、タイムズ・ブックス、ISBN0 から八8 0 5 0 8四三ゼロワインバーガー、デビッドトゥービック・ツーノー、ディシンキング・ナレッジ・ナウザット・ザ・ファクツ・アンド・ザ・ファクツ、エキスパーツ・アー・エブリウェア、 And the smartest person in the room is the room.New York, Basic Books, ISBN 0-465021425. ありがとうございます。